インフィニリングスは、コナミデジタルエンタテインメントが2009年に稼働を開始したメダルゲームである。E、アミューズメントパス、ミリアネット対応。大型筐体ゲームが、プッシャー、ビンゴ、競馬などに絞られつつある中で、異例のビデオスロットによる大型筐体ゲームとなっている。また、一つの筐体で二つのゲームをプレイできるという斬新な点や大型筐体ゲームでは、 珍しい1万枚以上のジャックポットが発生するなど、今までのゲームとは一線を画している。2009年12月中旬頃の大幅なオンラインアップデートにより、新たにマーメイドドロップが追加され、選べる通常のゲームは3種類となった。2016年4月発売の3代目 E、アミューズメントパスや2018年10月サービス開始のアミューズメント IC は使用できない。 8ステーションで最大16人までプレイ可能。プレイヤーはリズムカーニバル、レスキューヒーロー、マーメイドドロップの5モードから選んでプレイすることができる。中央にはインフィニティリングスの名の通り2つのリング上抽選機構が噛み合っている。インフィニティチャンスで ラッキースロットに入った場合、スロットによる抽選で以下のどれかが当たる。また、ブロンズ、シルバー、ゴールドのボーナスに一回ずつ当たると、ボーナスボールとして、もう一回インフィニティチャンスに挑むことができる。E、アミューズメントパスを使用しているときは、インフィニティチャンスの抽選楽曲を選択できる。ラインナップには、当、インフィニリングス、オリジナル楽曲やクラシック楽曲のほか。 音楽ゲーム、ダンスダンジレベリューシオンックスや、ポップンミュージック17ザムービーで実際に使用されている楽曲もある。ただし、ラッキースロット当選後に、リトライを引いた場合は、通常楽曲に戻る。新しいアミューズメントパスカードに関するお知らせコナミのアミューズメント IC カード、対応タイトルコナミアミューズメント2018年10月25日。 ありがとうございます。